ロミウスとジュリエットの悲しい物語の表紙、ロミウスとジュリエットの悲しい物語とは、アーサー・ブルック作の物語詞、1562年初版、イタリアの詩人、マッテオ・バンデドの詩を翻案したものである、ウィリアム・シェイクスピアの、ロミオとジュリエットの主要な財源となった。作者のブルックについては、フランスのプロテスタントを支援するため開教を、 渡っってていいいい。る時にししたことくらいしか分かっていないシェイクスピアの作品を書いたのは、実は、第十七代オックスフォード博、エドワード・ドビアーだとする、オックスフォード派は、この詩は、ドビアの若い頃の作品で、後にドビアが膨らませたり改定して、ロミオとジュリエットになったと考えている。ブルック、アーサー、d 百六十四、ブルック S、ローミアスジュリエット、ビーイングザ、 オリジナルオブシェクスピア S ロメオジュリエットニューリー、エディテッドバイ JJ ムンロ、ロンドン、チャトーウィンディスニューヨーク、ダ・フィールドカンパニー、1908リープリンテッドイン1978ありがとうございます。